いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルアウディ A4 アバント 1.4 スポーツを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロント複数箇所、フロントガラス、左 A ピラーに飛び石、フロントボンネット、右フロントドア複数箇所、右リアドア複数箇所、右リアフェンダー複数箇所、左リアフェンダー複数箇所、ルーフ部分、リアバンパー複数箇所に線傷、すべてのドアエッジ、左リアのアルミホイール、リアバンパー複数箇所に傷がございます。また左リアドアにへこみがございます。走行距離に関しましては約2万5000キロと低走行なお車です。外装色はグレイシアホワイトメタリック、インテリアはブラックレザーが採用されております。2016年にフルモデルチェンジが行われた A4 アバントでございます。こちらはスポーツのグレードということで、スポーツサスペンションや純正の17インチアルミホイールをはじめ、専用装備が充実したお車でございます。また、ラグジュアリーパッケージにより、LED ヘッドライトやウッドインテリアパネルなどが用意されております。ヘッドライトに関しましては、LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 1.4 リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は150馬力でございます。また足元に関しましては純正の17インチアルミホイールが装着されております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース、広々とした空間が確保された1台です。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席、助手席、若干の使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。ナビゲーションに関しましては純正の SD ナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。またフロント両席に関しましてはシートヒーターが完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感がなく良好なコンディションを保っております。こちらの車にはパノラミックスライディングルーフが用意されておりますので、後部座席の方も開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、若干芳香剤の匂いがいたします。今回は2017年モデルアウディ A4 アバント 1.4 スポーツを紹介させていただきました。こちらの車は走行距離約2万5000キロと低走行、かつ内装面のコンディションも比較的良好な1台となっております。高い実用性により普段使いからレジャー仕様まで幅広くお楽しみいただける
アウディ A4 アバントでございます。こちらの車に関しましては150馬力を発揮するエンジンに7速のオートマチックシフトが組み合わさることにより、街中でもストレスなく走行していただける1台です。またインテリアに関しましては純正の SD ナビゲーションやシートヒーター、パノラミックスライディングルーフをはじめ快適装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。